次に、子どもの安心・安全対策のうち、送迎車両等の安全対策についてお話しします。子どもの安心・安全対策のうち、送迎車両等の安全対策について説明します。令和4年9月、静岡県にある牧之原市で、認定こども園の送迎バスの中に置き去りにされた園児が亡くなった事故を受け、国は、令和4年10月に子どものバス送迎、安全徹底プランを取りまとめました。これを受けて、基準省令の改正が行われました。まず、乗降車の際に、点呼などの方法により利用者の所在を確認すること。次に、送迎用車両への安全装置の装備や、この装備を用いて降車時の所在確認をすること、が義務付けられました。なお、今回の基準省令改正による義務付けは、自動系サービスが対象となっています。対象となっていないサービスにおいても、今回の義務付けの趣旨を鑑みて、利用者の安全確保について徹底していただきますようお願いします。義務付けられた事項についてです。まず、利用者の通所や、施設の外での活動などのために自動車を運行する場合、利用者が自動車への乗降車を行うときに、点呼などの方法により利用者の所在を確認すること。次に、送迎用の自動車を運行する場合は、自動車にブザーその他の車内の利用者の見落としを防止する装置を装備し、この装置を用いて、降車時の利用者の所在確認をすること。対象となる車両は、座席が2列以下の自動車を除くすべての自動車です。なお、座席には、車椅子を使用する利用者が、車椅子に乗ったまま乗車するためのスペースを含みます。義務付けの対象となるサービスについてです。義務付けられた事項の一つ目である、利用者の所在確認については、障害児通所支援及び障害児入所施設のすべてのサービス種類で対象となります。義務付けられた事項の二つ目である、送迎車両の安全装置の装備については、児童発達支援センター、児童発達支援、放課後等デイサービスが対象となります。なお、送迎車両の安全装置の義務付けについては、令和6年3月31日までの経過措置期間があります。この間に、経過措置を講じる場合は、送迎における安全管理の徹底、利用者の降車後、運転手等が車内の確認を怠ることがないようにするための所要の代替措置を行う必要があります。代替措置の例として、運転席に確認を促すシートを設置したり、車体の後方に、利用者の所在確認を行ったことを記録する書面を設置するといった事例があります。安全装置等の導入支援事業について、本市でも子どもの安心・安全対策支援事業として、補助事業を実施します。事業内容について説明します。まず、送迎用車両の回収支援事業です。送迎用の車両に、子どもの置き去り事故の防止に役立つ安全装置の設置等を行うものです。なお、座席が2列以下の自動車や、子どもの見落としの恐れが少ないと認められるものを除きます。次に、ICT を活用した、子どもの見守り支援事業です。ICT を活用した子どもの見守りサービス等の安全対策に資する機器等を導入するものです。最後に、等高円管理システム支援事業です。適切な等高円管理を行うためのシステムを導入するものです。なお、それぞれの事業で、対象施設やサービスが異なります。詳しくは表をご確認ください。各事業の補助対象経費について、説明します。最初に、送迎に用いる車両の回収支援事業について説明します。まず、必要な装置、機器の購入費です。これは、装置、機器の運搬費や設置、据え付け費、また工事費を含みます。次に、リース料です。リース料は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までのリース料を限度とします。最後に、機器の導入費用です。これらについては、令和4年9月5日から令和6年3月31日までに設置が完了する装置、機器を対象とします。
子ども家庭庁が示している送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリストから、機器を選ぶようお願いします。補助基準額は、実費に対する定額補助です。1台あたり、17万5千円までを上限とします。補助率は10分の10です。次に、ICT を活用した子どもの見守り支援事業について説明します。まず、必要な装置、機器の購入費です。これについては、装置や機器の運搬費、設置、据え付け費、工事費を含みます。次に、リース料です。最後に、導入費用です。導入費用については、システムの保守費やリース料、通信費等を除きます。これらについては、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに設置が完了する装置、機器を対象とします。なお、機器の使用対象となる子どもの数以上に機器を購入する場合や、機器の使用対象となる子どもに対して複数の機器を購入する場合については、補助金の対象外となります。機器は、GPS や BLE によって、子どもの位置情報を管理するなど、施設の外での活動の際などに、子どもの見守りに役立つ機器とします。補助基準額は、1事業所あたり20万円です。補助率は5分の4です。最後に、登校園管理システム支援事業の補助経費について説明します。まず、必要な装置、機器の購入費です。これについては、装置、機器の運搬費、設置、据え付け費、工事費を含みます。次に、リース料です。最後に導入費用です。これについては、システムの保守費、リース料、通信費等を除きます。これらについては、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに設置が完了する装置、機器を対象とします。機器は、子どもの登校園の管理に関する機能や、保護者との連絡に関する機能を必ず有するものとします。補助基準額は、端末購入を行わない場合は1事業所あたり20万円です。端末購入を行う場合は1事業所あたり70万円です。補助率は5分の4です。なお、補助交付の決定、実績報告等のスケジュールについては、詳細が決まり次第、随時お知らせしますので、ご対応をよろしくお願いします。次に、子どもの安心、安全対策のうち、安全計画の策定についてお話しします。子どもの安心、安全対策のうち安全計画の策定について、令和5年7月4日に子ども家庭庁から通知がありましたので、説明します。基準省令の改正により、障害児通所支援事業所、障害児入所施設等における利用者の安全確保を図るため、令和5年4月1日から、安全に関する事項についての計画、以下安全計画といいます、を各事業所等において策定することとされました。設備の安全点検、施設外の活動などを含めた生活における安全に関する指導、従業者の研修や訓練等、その他安全に関する事項について、安全計画を策定し、安全計画に定めた安全確保に関する取り組みを行うことが義務付けられています。なお、令和5年4月1日から1年間は努力義務とし、令和6年4月1日から義務化となります。今後、市では、事業所等において安全計画を策定しているか、また安全計画に基づく安全確保のための取り組みを行っているか、などについて確認することとなります。確認の方法など詳細が決まりましたら、改めて周知しますので、ご対応をお願いします。